神の偉業に携わった薩摩義士の菩提を伴うために美濃の竹花にやってきました。ちょうど竹花祭りの最中で祭り囃子が聞こえてきました。竹花別院の門をくぐると目指してきた竹中伝六の花が見えてきました。またその横に藤の花が今を盛りと咲いているのを見て、もっとしっかり眺めたいと近寄っていきました。総奉行平田幸恵は住み慣れし里も今さら名残にて立ち蔵患う美濃の大巻の時世の句を残して自害しましたが、薩摩義士に心を寄せた幕府方の竹中伝六も難工事に心を痛め寒風吹きすさぶ中自害して果てました。伝六を憐れんで植えたという藤に向かい僧は念仏を唱えます。僧が度胸をしていると藤の精が姿を現しました。藤の精は僧と言葉を交わすことができたことを喜び舞い上がって興じましたが、夜明けとともにその姿は消え失せました。後には春の朝日を受けて藤の青葉だけが残っていました。
もありがとうございました。